中小企業のオーナー経営者の方で、60歳を過ぎてもですね、現役でバリバリ働かれたいという方の場合、日本年金機構から送られてきます年金定期便というものですね、こういったものをに書いてある内容、年金額について、ご覧になるときに十分ご注意いただきたいというふうに思っています。そのことについて、昨年の末にですね、メールマガでもご紹介したんですけれども、重要な内容だと思いますので、ここでもね、ご紹介したいと思います。長年厚生年金に加入してきたのですけれども、年金というのは意外に少ないものなんですねということをですね、そういったお話を、そろそろ年金の支給開始年齢をお迎えになる現役の社長様方からですね、いただくことがあるんですね。で、同じ年金額を見ましても、人によって多いと感じるか少ないと感じるかというのは個人差があると思います。ですから、その少ないとね、感じる方がおられてもおかしくないというふうには考えたんですけれども、最近そのような感想を漏らされたある経営者の方、社長様がですね、年金定期便に記載された、内容について誤った理解を、されているということに気づきまして驚きました。で、同じようなことを考えていらっしゃるね、経営者の方は大変多いと思うんですけれども、まずですね、その年金定期便の60歳代前半の年金、報酬比例部分ですね、老齢厚生年金の報酬比例部分と、それから65歳以降の老齢厚生年金報酬比例部分の額が、おそらくこの60歳の時にね、送られてくる年金定期便を見ますと同額が書かれていると思うんですね。で、このことにまずご注意をいただきたいと思います。こういう形にはですね、60歳以上以降現役で働かれた経営者の方の場合、そのような形でですね、60歳代前半の報酬比例部分と60歳代後半の報酬比例部分が同じになるということはありません。なぜかという理屈はですね、ちょっと難しいんですけれども、まずこのことだけですね、ご理解いただきたいと思います。経営者の場合で現役で働かれるケースでは、年金定期便に書かれるような出るような同額にはなりませんので、ご注意いただきたいと思います。